6時になりました。9月20日月曜日6時になりました。おはようございます、寺島直政です。外は綺麗なこの朝のですね、朝日が少しずつ昇ってくる感じですね。地上から白っぽい橙色で、それが少し黄色に変化して、上空青みが少し薄らいだブルー、スカイブルーという感じです。気温は 19.5 度、北西の風が 4.5 メートル吹いてますね。湿度は 77%。 今日の関東地方、日中晴れるところが多いでしょう。最高気温、東京都心、千葉、横浜28度、埼玉、前橋29度の予想で、平年より2度ほど高く、少し動くと汗ばむくらいでしょう。朝晩と日中で気温の変化大きくなる見込みです。体調の管理ご注意ください。夜は北東から湿った空気が入ってくるため、低い雲が広がってきますが、今日いっぱい天気の崩れはない見込みです。東京地方、今日は晴れのち曇り、降水確率午前午後 0%、 夕方6時以降が 10%。 明日は曇り時々晴れでしょう。現在、濃霧注意報が茨城県、栃木県、海沿い波浪注意報が出ているところが千葉県北東部、南部、茨城県、伊豆諸島です。今朝のコメンテーターは経済評論家、常念司さんです。常念さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は敬老の日でね、敬老の日、祝日ということなんですけど、お休みですね。まあ、日本の、ね、会社はお休みなんですが、はい、アメリカの会社はね、まあ、営業してるんで、ああそうか、今日も朝からね、うちのちょっと周りに、ね、お客さんがね、ちょっとたくさん、お客さんで、あれお客さんなんですか。お客さんですね、ちょっと、まあ、かなりちょっとこう体ボロボロで、ちょっと腕とか取れてるような、ね、感じで、うーってうなってる、なんかちょっとすごい顔色悪い人ちょっと軽く数百体いや、それは多いわ。数百体今日来てたんですけど、まあ、出待ちですかそれ。出待ちですね。常念さんの出待ち。そうです。ちょっとなんか本当にね、僕のこと好きすぎて噛んでくるんですよね。いや、ダメだそれ。甘噛みだ。甘噛みじゃなくて、まあ、ガチで。ガチで噛んでくるんで、ちょっと軽く処理してね、今日は。処理してね、ちょっとまだ違う、多少なんか無駄毛みたいな感じで言ってますけど、ね、処理する過程でね、ちょっと今日少しこう噛まれた、噛まれた、噛まれた可能性があるんです。ちょっと体調お気をつけくださいということなので、ね、これもちょっと今体調気をつけて、熱が今ねちょっとね急に出て、そんな急に出るもんか、あれもう熱が出て最後ね、ウォーキングデッドではでも熱が出ると下の警備で止められません。そうですね。あ、下の警備ね、 35.9 度だったんで、むしろ熱が下がってるのかもしれません。体温は正常ですなんて言ってね。あれシステム変わりましたね。変わったんですよ、ね、新しくなりましたね。前のやつだって32度とか出て、もうやべえ俺始まってるとか思うじゃん。そうなんですよ、あれに天下が始まってると。あれ I'm turning みたいな感じなんですね。turn してしまう感じだと思ったんですけど、でも今回のは若干高めに出ますね。高めに出ますか、高めに出るのに 35.9 度ですから、やばい、俺もやっぱちょっと turn してる。それどっかこう観測のし、ちょっと計測が違ったんじゃないですか。違うところですかね、まあでも、今の新しいシステムの方がちゃんと出るので、そうですね、いいんですけど、マスクしたままで OK ですもんね。あ、大丈夫ですよね、マスクしたままで、ね、昔は眼鏡取ってマスクして ね顔にうーんって力入れて熱を帯びさせないと通過できないっていう。だから距離難しくて、ここでダメ、下がってもダメ、前行ってもダメで、もうしょうがないから、なんかちょっと手で測りますみたいなのがありましたからね。そうでした、何のためにこれ置いてんだみたいな ね、まあ、あそこにちょっと僕のお客様後で来ちゃうかもしれないんで、そうですか、多分体温ゼロだと思うんですけど。じゃあそこで分かりますね。そこで分かるんで、その前に見ないで分かるから、ね、まあ、私があれになる可能性も今日はあるので、すいません、ちょっとこのスタジオちゃんとロックしてあるんで、田島さんちょっと処理してくださいね、もし俺があれになって、そこにナタを置いておきます。ナタ分かります。ナタ置いておきます。ナタをね、はい、じゃあ警備の方も十分注意して十分注意していただいてね、今日はね。そうですね、はい、さて、読売新聞ですが、総務省、今日敬老の日に合わせて65歳以上の高齢者の推計人口を発表しました。高齢者は前の年に比べて22万人増え3640万人、総人口に占める割合、前の年に比べて 0.3 ポイント上昇して 29.1%、 いずれも過去最多を更新しました。
国連の調査では2021年の総人口に占める高齢者の割合、日本がトップとなっています。ちなみに2位がイタリア、3位ポルトガルです。まあ、日本長寿の国、長生きできる国ということは、まあ、これは喜ばしいことではありますけども ね、1位 の日本はですね、はい、まあ、イタリアよりもちょっと上なんですけど、はい、イタリアが 23.6%、はい、ポルトガルが 23.1% ということなんで、はい、イタリアをちょっと結構離してですね、そうですね、 29.1% ですから、結構いってるなという感じですね。はい、まあ、ただなんかお年を召しても働いてる方最近多く、かつ結構スペック高い人が多いですね。サービス業なんかに多いんですけれども、はい、なんかもう言っちゃなんですけど、まあ、若いやつよりもよっぽど仕事できるような人が結構多いかなみたいな感じしますけどね。はい、今ジョネさんおっしゃったみたいに、働く人全体に占める高齢者の割合も上昇してると。で、総務省の集計では2020年の高齢者の就業者数は前の年に比べて14万人増えて906万人、比較可能な1968年以降では過去最多を更新しました。高齢者のうちの就業者数の割合、前の年に比べて 0.2 ポイント上昇し 25.1%、 4人に1人を超えました。15歳以上の就業者の総数に占める高齢者の割合も過去最高の 13.6% となっています。まあ、こうした状況を踏まえて、高齢者が働ける場所を作っていくという、まあ、これも大事なんでしょうね。そうですね。まあ、寺島さんもなんかこの間お誕生日ね、63歳、63です。もうすぐもう65歳以上、あと2年でここ働かしてもらえるんですかね。まあ、これはこの数字次第なんでしょうね。厳しい、厳しい世界ですから、数字ですからね。数字出さないと。そうなんです。これ65歳以上で寺島さん働けるかどうか、この 29% に入れるかどうか、入れるかどうかですよ。もうこのニュース切実なんですよ。私やばいですね。なんとか入りたいと。これ皆さん応援してもらわないと。いや、そうなんですね。もうツイッターで拡散してください。お願いします。寺島さん崖っぷちですみたいな。いや、そうです。ピンチみたいな。あと2年しかありませんみたいな。そうなんですよ。2年で何ができるんだ。2年で何ができるんだ。再構築ですかね、自分の。全然働けるじゃないですか、寺島。いやいや、わからないです、こればっかりは ね。60過ぎてから油はノリノリ。いやいや、もう本当にオイルフェンス張ってるぐらいまで。いや、やってませんよ。もうにじみ出ちゃって。にじみ出ちゃって。それ大変だみたいな。よろしくないな、それはそれでね。はい。でもこの高齢者働く場所を作るためには、これ具体的にどういう対策が必要なんですかね。そうですね。やっぱり税制上の優遇とかもありだとは思いますけど、はい、あと、まあ、高齢者の側にもね、やっぱりね、努力が必要かなと思いますよね。なんか雇ったけどうるさくて全然働かねえとかだったら、困っちゃいますからね。もう寺島さんみたいにもう、当局の言いなりで従順にもう、いや待ってくれ、言いなりってのはなんかもう上層部の言いなりでもう何でもやりますみたいな。いやいや、語弊があるんですけど、もう青汁でも何でも、いや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 、それはもう何でも来いですよ。アシスタントいりません。アシスタントいりません。一人でいらないの。一人で行きます。俺一人でいいの。そうなんです。おはよう寺ちゃん、俺一人で支える。コメンテーターの方さえいてくだされば。いや、そういうことだと思いますけどね。はい、はい、はい、今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはテラアットマーク JOQR.net、 ツイッターはハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。時刻6時8分です。文化放送おはようテラちゃん、今朝も9時までお送りしていきます。文化放送おはようテラちゃん。時刻6時12分になるところです。おはようテラちゃん、今朝のコメンテーターは経済評論家常念司さんです。ニュースピックアップ、こちらから。自宅療養2週間で半減。全国で自宅療養している新型コロナウイルスの患者は今月15日の時点でおよそ6万人となり、過去最多となった今月1日時点のおよそ13万5千人から半減したことが厚労省の集計で分かりました。新規感染者数が減っているのがこの影響していると見られていますが、第3波第4波のピークを上回り、依然として高い水準にあるということです。まあ、ちなみに第3波のピークは 35,394 人、第4波は 34,537 人です。この自宅療養者、この2週間で半減ということなんです。まあ、正直少しはほっとしますけどもね。塾の、ね、合格実績の、はい、
のチラシじゃないんですからね、はい、あのね合格者数が伸びてるときは伸びてます伸びてますって言って、はい、伸びが止まってくるとこんなにたくさんいますみたいな同じじゃないですかこれ、はい、新聞報道が、感染者が増えてるときは伸びてます、この間の2倍です、はい、何十パーセント増しですとか言ってで、はい、こう減ってきたらいやまだ多いですみたいな、はい、そうなんですね、塾の合格チラシかと、はい、何なんだ読売新聞って思いましたね、はい、すいませんちょっと昔いた業界なんで、ついついそれにちょっと近いかなと思ってしまいました、はい、でこの2週間で新規感染者数6割以上減って、その要因についてですね、感染状況を評価する厚労省の助言機関は連休や夏休みなどの拡大要因の影響が薄れ、長雨で外出する機会も減った、医療逼迫などが大きく報道され人々の行動が変わった、現役世代を含めワクチン接種が進んだ、まあ、こういう分析をしています。この2週間で新規感染者数が6割以上減少なんですね。いずれもですね、はい、科学的な説明とは言い難い、はい、適当な理由付けでしかないですよね、はい、そもそもあの、このお盆以降ねもっと感染増えるって言ってた西浦さんのシミュレーション、あのパラメーターの設定どこ間違えてたかっていうのを、あの西浦さん自身がちゃんと示した方がいいと思います、あの人はあの予想間違えてもパラメーターどこ設定間違えたのかってこと全然開示しないんで、すごい信用できないんですよね、高橋雄一先生 あのシミュレーションが全然当たってますからね、まあ、ぶっちゃけ言うと、なんでそれもちゃんとやった方がいいし、こういう適当な理由付けをしない方がいいですよね。パラリンピックで増えるとか言って ね、サンデーモーニングの青木治さんなんてね、あのパラリンピック中止しろなんて言ってたんですよ、ひどいですよね、これ彼の中に障害者を差別する意識があったとしたらもうとんでもない発言だと思いますけれども、はい、感動しましたよねパラリンピックね、やってよかったじゃないですか、ね、感染もめっちゃ減りましたし、パラリンピックの間、全然因果関係なかったってことですよね、オリンピックイチャモンつけてる人いっぱいいますけど、そういうのもねきちっとね総括してもらわないとこれ納得いかないなと私は思いますけどね、でそうした中ですね、日本政府が新型コロナウイルスワクチンの接種の有無にかかわらず、アメリカやヨーロッパなどからの外国人の入国原則禁じていることにアメリカあとヨーロッパの企業の反発が強まっています。これはどうなんでしょうね。これはね相互主義なんで、あの向こうさんが緩和してるんだったら日本も緩和検討しないとまずいかなと、ね、で、あの緩和もされてないのにね、チャイナはなんか緩くするとかだったらこれシャレにならないんで、やっぱりお互いにやっぱお互いのね、あの、まあ、平等なというか対等なね、あのこういうまあ感染症対策とあとまあ科学的にね、あのどうなのかということをきっちりやらないといけないんじゃないかなと思いますね、はい、続いてはこちら、日経新聞、恒大迫る巨額利払い、負債総額33兆円。先週もお伝えしましたが、中国の恒大集団の資金繰りがですね一段と厳しくなっています。9月下旬以降過去に発行した社債の利払い日が集中するためで、年内の利払い額社債だけで700億円を超えます。取引先への未払い分などを含めたこの恒大の負債総額は、日本円でおよそ33兆4000億円、中国の名目国内輸送生産 GDP のおよそ 2% に当たります。その処理に失敗すれば中国経済金融システムに大きな打撃を与えかねないということです。でこの中国の恒大集団という企業がですね、すでに一部の建設会社資材会社への代金の支払いが滞っています。広東省深圳にある本社ではですね、恒大が資金調達手段として社員個人投資家に販売した資産運用商品理財商品、この返済めぐって抗議活動も起きていると。また中国住宅都市農村建設省は、恒大が9月20日が期限の利払いができない見込みだと主要銀行に通知したということです。となるとこの中国の恒大集団デフォルト危機というふうにも言われるわけなんですが、これジョネスさんどうご覧になりますか。これねもう現時点で、あのテクニカルデフォルトといってですね、まあ、利払いができないとかですね、一部の元本の支払いを延期するとかにもう起こってますね。もうデフォルトしてると言った方がいいかもしれませんね、でなんでこんなことになったかというと、あの恒大っていうのはね、古い話ですけどね、20年前ね、EIE インターナショナルって覚えてます？ EIE ってありましたね。ありましたよね、私が昔通あの勤めてた銀行、日本長期信用銀行が、もうあの、ね、ものすごい融資つけて入れ上げて、でそのままぶっ飛んでしまった、あの EIE、あの EIE はもう世界中のリゾート持ってたんですよ、今のだってもうあの4シーズンとかみんなあれですから、EIE が持ってたんですからほとんど、あのアジアのね、いいところのね、でそのサイパンとかグアムとかいいところも全部持ってたんですけど、それからあと携帯電話のね、東京デジタルフォンの元になる会社とかもいい
やってましたし、あのハードディスクの製造とかまでね手出してたんですよ。森世紀っていうところの株買収して手広くやってたんです、ね、この高台もまさに同じ、ね、これ EV とか作ってたんですもん。はあ、電気自動車はすごい EI に似てるんですよ、はい、どうもなんかね他人のように他人事のように思えない、まあ、土地活用から建物からね建物からね、いやもともと不動産から行って、ね、そういうテクノロジー行ったということで EI そっくりなのと、はい、ね、その EI で潰れた銀行に僕あの、ね、昔勤めたんで他人事とは思えないなと思って見てるんですけど、はい、あのまあ、要はあのちょっとここ危ねえんじゃねえかということで銀行が融資引き上げ始めて、でその資金をねあの個人から集めたんですね、はい、銀行が引いちゃった分、でそれを理財商品というですね、まあ、利回りの高い、はい、商品ね、ちょっと割高な商品で資金つないでたんですが、はい、まあ、ついにそのあの、まあ、金利高いんで、はい、払えなくなっちゃったと。あ、それもね、でそれ個人にはめ込んだんで、はい、もうあの本当に何百万人って人がこれ買っちゃったんですよね、はい、でその虎の子のねあの、まあ、預金をですね、はい、もうこんな危ないもん買ってまして、まあ、昔ねあのコスモ新装というところがね、はい、マンモス定期というのを出してまして、これ90年代ですけどね、なんか懐かしいな、93年マンモス定期は、ね、はい、当時ね、あの割帳がね、3% ぐらいしか利回りないのに、マンモス定期は 4% とかあったんですよね。でそれでお客さんからね、もう長銀さんは 3% しか気にないけども、コスモ新装はマンモスってこんなのあるのよとか言ってチラシもらっちゃったりして、うわすごいですねとか言ってたんですけど、マンモスやったんですね。そしたらそれ返済めぐって抗議活動が起きてると。そうマンモスやったらマンモス返せなくなって、パオーンみたいになっちゃって、はい、マンモス氷河期で全滅みたいな感じになっちゃって、マンモスカナピーになっちゃったんですよ。カナピーですよ、マンモスカナピーですよ、でも今大変なことになってるということで、はい、まあ、今後どうなるのかと、ね、これ見物ですね、はい、そうですか、はいはい、時刻6時19分です。文化放送おはよう寺ちゃん、時刻6時30分です。今朝のコメンテーターは経済評論家常念司さんです。日経新聞の記事です。自民党総裁選の各候補、新型コロナウイルスの感染が再び拡大局面に入った場合の対策として人流抑制を引き続き視野に入れています。また個人への給付金を検討する考えを示していますが、一律の現金支給は否定しています。河野規制改革担当大臣、昨日出演したテレビ番組で、次の緊急事態宣言に備えて給付金を一律ではなく必要性や規模に応じて出せるようにすると述べました。岸田前政調会長はかねて、非正規労働者や女性、困っている方々には直接給付金を用意しないといけないというふうに述べています。高市前総務大臣は、本当にお困りの低所得者に手厚くする、こういうふうに話しました。野田幹事長代行はクーポンでの配布、これを主張しています。まあ、総裁選4人の候補が個人へのこの給付金を検討する考え、これを示しているわけなんですけども、今お聞きになって常念さん、これはどうご覧になりますか。いやこれ別に配るのはいいんですけど、はい、どうやって配るかというところが問題で、はい、前回も配るのが遅いとかね、はい、散々もうあのマスコミにね言われたわけですよ、で配るのが遅い原因というのは非常に分かってまして、はい、まあ、紙で手続きするからでしょ、だから野田さんはクーポンで配れて紙で配ろうとしたでしょ、ダメじゃんこんな全然ダメじゃん、お金で配んなよ、振り込んだ方が早いからと、はい、ね、で問題はじゃあ振り込むときどうすればいいかというと、これもあの e-tax という、ね、素晴らしいシステムがありまして、これあの国民からお金を吸い上げるシステムなんですが、はい、あの逆さにすれば国民にお金配れる、確定申告が便利になりますみたいな、あれですあれ、ね、はい、だから e-tax やってる人から中心に、はい、もうあのすぐ返すと、はい、でもしくはね、もう源泉徴収止めるとかね、はい、まあ、そういう言い方するんだって僕はね、これ絶対やった方がいいと思うんですけど、はーはー、中小企業でもね、もう大企業でもまあ何でもいいんですけど、中間納税、あれ本当やめてほしいんですよね。法人税と、それが消費税ね、はい、去年払った金額の半分ぐらいを前払いしなきゃいけないんですよ、はい、あれものすごいキャッシュフロー悪化するんで、まあ、中小企業限りでもいいですけど、もう売上でももう資本金でも何でももう線引いて、でもう中間納税しなくていいと、はい、で一応まあなんか中間納税減免というかね、まあ、回避する措置はあるんですよね、あの、はい、理由を言えば、ね、で去年もそれ払わなくていいってことだったんですけど、結局なんか払わなきゃいけなくて、でその政府答弁ね、ちゃんと安倍首相が答弁してんのに、なんか税務署がね、なんか全然やってねえとか、もういろんな問題があってですね、まあ、結局大丈夫だったんですけど、そういうのもやった方がいいかなと思うんですよね、はい、まあ、そのためにやっぱマイナンバーの活用、マイナンバーですね、これがやっぱ肝になると、はい、今マイナンバーはね、もう野党の皆さんのおかげでね、あの一つの目的にしか使えないみたいな感じになってて、税務署でね確定申告の時ね、マイナンバー届けてってて、はい、で同じねその書類にね、はい、銀行口座書いてあるのに、そのマイナンバーと紐づいてる銀行口座にお金振り込めないの今、
はあ、そういう使い方しちゃいけないんです、確定申告で使ったら確定申告だけみたいな、はあ、だけなんだ、流用するともうプライバシーがとか言ってなったんで、はい、変な法律になってるので、うん、これ直すのが先決かなと、でこの話をするのにマイナンバーの話が出ないっていうのはちょっといまいちですよ、まあ、してんのかもしれないですけど、はい、だからクーポンなんかでやらないと絶対振り込みに関しては多いと思うんですよ ね、 そ、 ね、はい、まあ、それは悪用されないというのは大前提ではありますけども、先ほどイギリス の、はい、あの谷本さんもおっしゃってました、まあ、これはあの医療情報ですけども、はい、もうありとあらゆる人の情報がね、うん、まあ、あの一箇所に集まってる、はい、まあ、言ってしまえば、はい、そこからいろんなデータ分析ができるっていうのは、そうです、やはり大事なことではありますもんね、はい、台湾もそれやってますよね、はい、だからリスクの高い人とかもあらかじめ分かるみたいなね、はい、そういうのあるらしいですけど、まあ、日本もねマイナンバーの活用真剣に考えないといけない時期に来てますよね、はいはい、で河野さん岸田さん高市さんの考えほぼ同じで、一律ではなく必要に応じて困っている方に給付するということなんですが、これはどうなんですかね。いやこれだからそのまあ、困ってる人は調べりゃ分かるんですけど、はい、調べるのにすげえ時間、はい、今ね、紙で見て調べてんだもん、はい、うん、じゃなくてもっとあの、ね、それこそクエリでも組んで、はあ、データベースの言葉ですけど、ね、あの、ある一定の条件でクエリでも組んで、引っかかった人にはもう自動的に、ね、もう次の日の夕方には振り込み終わってるみたいな、はい、そういう風にできるんだったらいいんじゃないですか、でも条件つけるとまだ配るの遅れるから、ね、同じ配り方したらまた3ヶ月後とかになっちゃいますよ、はい、ね、そうするともうなんかね、相当困って家もね追い出された後に、はい、お見舞い金ですみたいな感じで届いても、はい、それはちょっと困っちゃうなと思うんですけどね。こういう意味でもそのデータってのは大事ですね、これね。そうですね、あの、まあ普段からだからもうちょっとね、まあ、なんていうんですか、政府の電子化というかね、はい、まあ、その区役所とかそういうね自治体レベルもそうですけれども、まあ、きちっとシステムをやっていくことが大事かなと、まあ、ただね政府でシステムやるとすぐにねベンダーにぼったくられてね、はーはー、うん、だからデジタル庁でそういうことないようにするっていうことなんですけどね、まあ、頑張ってほしいですけどね、はい、はい、また後ほどお話伺います。時刻6時40分です。今朝のコメンテーターは経済評論家常念司さんです。さて今朝もいろいろニュースが入ってきています。読売新聞です。読売新聞は昨日とおととい自民党総裁選挙について党員党友対象に電話調査を行いました。投票先は河野規制改革担当大臣が 41% でトップ、岸田前政調会長が 22%、 高市前総務大臣が 20%、 野田幹事長代行が 6% と続きました。党員党友対象の読売新聞のこの調査、まあ、河野さんがトップとなっていますが、これは城内さんどう見ればいいんですかね。これね、あの他の調査とかだと、はい、河野さんもっと高かったんですけど、なんか読売の調査だとだいぶ減ってますね、はいはい、で高市さんがね逆転したという調査もあったんですが、はい、これ毎日新聞がそうなんですけど、はい、毎日新聞の世論調査結構微妙なんですよ。あのなんか委託先を変えて、はい、なんかほとんど毎日新聞の子会社というか、あのトップだけ大学教授であと全員毎日新聞の社員みたいな会社らしいんですけど、そうですか、なんかちょっと微妙なんで、はい、あんまりよく分かんないんですよね、まあ、でもあの河野さんが、まあ、ほとんど過半数取ってたっていうのから、はい、だいぶ後退して4割ぐらいまで下がってきたのかなとは思いますね、はい、逆に岸田さんじわじわ増やしてると、はい、高市さんもあの最初岸田さんの半分ぐらいだったんですけど、だいぶ追い上げてきてると、手応えをまあ各陣営感じてんじゃないかなと思いますよね、はい、まあ、これラジオ機の方もご存知かと思いますが、まずはですねこの議員票とこの党員党友票、これがそれぞれ382票ずつありまして、はい、そこで過半数に至らないと今度決選投票として、この議員票382票と都道府県に1票ずついきますんで47票、まあ、この合わせたもので決選投票ということになりますね、はい、あの上位1位2位の、はい、ということですね、はい、はい、まあ、ですからまず常念さんこの過半数いくのかどうか、そうですね、ちょっと過半数難しいと思いますね、はい、河野さんがもし過半数取るとすると、はい、党員党友票でですね多分ね6割から7割ぐらい、はい、あの取ってないと、あの逆転できないんですよ、あの、まあ、議員票を考えた時に ね、 議 員、 ね、議員票は概ねだからあの割れてますからね、はい、はい、あの3つに割れてるの で、で一番取ってるのだって岸田さんですしね、議員票の場合は ね、 そ う、 ですね、そうするとこれ逆転するには河野さんはあの、はい、まあ、党員党友票で6割から7 割、7割、まあ、できれば7割って感じですと、まあ、今4割ですから倍ぐらい取んなきゃいけないんで、まあ、残りあのまだ決めてない人いるんですけど、はい、まあ、決めてない人は大体まあ3つに割れるだろうと考えると、ちょっと河野さん厳しいかなと、決選投票でだから勝たなきゃいけないんで国会議員からの信頼を得なきゃいけないんですが、これがあんまりないのが河野さんなんですよね、となると一発で決めようと思ったら今ジョネスさんおっしゃったみたいに6割から7割党員投票を取んなきゃダメだと、そうですね、はい、そういう状況です、はい、で改めてこの読売
新聞を行った党所属国会議員の支持動向調査というのを見ると、岸田氏が全体の 25% ですね、94人でトップ、河野氏は全体の 22%、 83人、高市氏が全体の 19%、 71人、この3氏が競っていて、野田氏が全体の 4% に当たる16人となっています。読売新聞、1回目の投票でも、誰も過半数に届かず、上位2人の決選投票となる可能性が高まっていると、こういうことのようですからね。決起集会で、集まった人数がもう全てなんですけど、岸田さんは100人以上集まってるんですよ、で高市さん93人、で河野さんは50人台しか集まってないです。そうするともう決選投票は、岸氏が圧倒的に有利で、まだ高市さんでも伸ばしてるんでね、高市さんも100人以上来るんじゃないかと言われてるので、だから高市さんと岸田さんのうちどっちか2位になった方が、2位3位連合を組むと河野さんは負けてしまう、そういうことですね、で河野さんは石破茂というジョーカーを引いちゃったんで、石破さんはちょっとね、微妙な人ですからね、それをだから小泉進次郎さんが誰かと組むとね、その人とは組めないとか、誰かと仲良くするともうそいつとは組めないみたいな、そんな幼稚なことでいいのかとかって批判してたんですけど、いや幼稚とかじゃなくてさ、石破茂さんっていうのはどんな人か分かってんですかと、いうことですよね。やっぱ過去のやっぱその人の行いっていうのは大事ですから、石破さんはね、だから自民党一回出てて戻ってきた人だし、あと総裁選に出た後ね、終わってからね、今回出てる4人の候補っていうのは、お互いにその落選した人もね、重要閣僚とかでね、グーしてね、協力してもらいますって言ってますけど、石破さんはね、安倍さんにね、何回も負けるたんびにその後ね、閣僚で入ってくださいって言っても断ったりして、で自民党の悪口言い続けた人でしょ、そういう人とかちょっとね、いかがなもんかと思いますけどね、さあそれではここからはニュース最前線、常念さんにお話しいただくテーマこちらにします。自民党総裁選挙、年金エネルギー政策、経済財政政策で論戦。自民党の総裁選挙に立候補しています河野規制改革担当大臣、岸田前政調会長、高市前総務大臣、野田幹事長代行、おととい日本記者クラブで公開討論会に臨み、年金改革、エネルギー政策、経済財政政策などで論戦を交わしました。河野氏は公的年金の改革の必要性を改めて主張、その際最低保障年金を作って消費税を財源に充てるべきだという考えを示し、抜本的な改革をやらなければ若い人たちの将来の年金生活が維持できないと訴えました。これに対して高市と岸田氏は実現性問題視しています。高市氏は国民年金を全額税金でというアイデアはかなりの増税になると指摘、岸田氏は税でやるとした場合実際何パーセント上がるのかをしっかりと示して議論することが大事と述べました。この年金改革めぐる論戦ですけれども、常念さんこれはどうご覧になりますか。これね、森永康平さん、この番組も出られてますけど、ツイッターですごい面白いツイートしててね、もしかしてだけど、もしかしてだけど、河野さん年金のこと分かってないんじゃないのみたいな。そうですか、だって年金って保険ですよ、ドブロックになぞらえて、年金って保険なんですけど、その保険でね、保険を払っていない人はね、将来生活困るから生活保障みたいなことをした方がいいんじゃないかみたいな言ってるんですけど、いやそれはそれで福祉でね、ちゃんと生活保護という制度がございましてと、貧困対策を年金でやるっていうのはちょっとそもそもどうなのという問題なんですよ、それからこれはね、高橋先生なんかもおっしゃってますけど、年金は保険料で払ってますから、だからその負担と、給付っていうのが、要はその基本的には同じ人なんです。だからその年金少ないのは、それは負担が少ないから少ないんですよ、でその負担が重いのは、いや将来たくさん給付しようと思ってるからですよってロジック成り立つんですけど、河野さんが言ってるように税金で賄うってなると、絞り取られる人はずっと絞られたまんま、もらう人はくれくれって言ってればいい、無責任になるでしょ、そうすると大体支出が無限に拡大していくんですね、で間接税で保険を賄うというようなことは、かつてどの国もチャレンジした国もあったかもしれないけど、今やってる国ないんですよ。で理由は簡単で、そういう、お金を取る人と払う人別々になると、モラルハザードの問題が起こるということなんで、年金というのは長生き保険なんで、長生き保険は長生き保険として成立させるってことが大事で、それにね、その生活保護みたいな役割を与えるってことになると、これはあなたなんかその新しいことやろうとしてるんですか、みたいな、それが最低保障年金と言ってるものなんですよね。そうです、いやこれ生活保護でしょうと、だから生活保護制度を充実させると、で、生活保護に頼らないように生きていくためには雇用をちゃんとしなきゃいけないわけでしょ、で雇用をちゃんとするには景気よくしなきゃいけないわけじゃないですか、
景気よくするには増税なんかしちゃダメでしょ、はい、なのに河野さん増税するかもしれないみたいなこと言ってたよ、まあ、お前何考えてんだみたいな話ですよ、ね、消費税は経済を冷やすと言われてますからね。その通りです。だから何にも分かってないんじゃないこの人もしかしてみたいな、ちょっとそういう今懸念が、ドーンとこうね、出てきているということですね。そういうことなんですね、はい、さてエネルギー政策でも河野氏中心に論戦繰り広げられました。脱原発が持論の河野氏、原発のこの耐用年数が40年であることを挙げて原子力は緩やかに減っていくと説明、石炭石油の発電なるべく早く止める、天然ガスもいつまでも続けるわけにはいかないと述べ、再生可能エネルギーの拡大に最優先で取り組む考えを示しました。まあ、これに対して野田氏は、息子が人工呼吸器を使っている、電力の安定供給を保証できないことがあってはならないと述べ、河野氏が総理に就任した場合すぐに脱原発に踏み切るかどうかを正しました。まあ、このエネルギー政策めぐる議論ですが、常連さんこちらいかがでしょうか。これ聖子姉さん本当正論でしたね。聖子姉さんの息子さんのみならずね、はい、日本中にねこうやってね、まあ、電源が入ってないと死んじゃう人がいるんですよ、で河野さんが言ってるのはそのね、いや40年で原発止めるいいけどさ、その40年間に再生可能エネルギーになるもので、全てのエネルギーが賄える、そんな世の中が確実にね、確実に生まれるんですかと、ね、じゃ生まれなかった時に40年で原発止めて、じゃ電気のない世界になるのと、お前大丈夫なのと、無責任じゃねえみたいな話なんですよ。で高井さんなんかはね、その、まあ、原子力って言うけども、昔の原子力とね、新しい原子力全然違うと、小型の原子炉とか、それから核融合炉とかね、こういうものにもバシッと投資して、もうエネルギーしっかり保証した上で、地下で発電するとかね、そうそう、別に再生可能反対じゃないんだけど、そういうのもやってから行かなきゃいけないんじゃないのと、原発嫌い原発反対ね、原発止めるっていうね、それありきで進めちゃうと大変なことになるよと、いうことを指摘されてですね、まあ、ほとんど何も返せなかったのが河野さんということですね。まあ、そのエネルギー政策について岸田氏はですね、河野氏が原発政策の根幹をなす核燃料サイクル、これを白紙に戻す考えを示していること、これを踏まえて原発再稼働と両立するものなのかと疑問を投げかけました。まあ、河野氏はこの質問への直接の答えは避け、原発の最大の問題は核のゴミの処理が決まっていないことだと訴えました。高速増殖炉モンジュの廃炉などを挙げて核燃料サイクルが行き詰まっていることを挙げています。まあ、原発再稼働と核燃料サイクル、これを白紙に戻すこと、これが両立するものなのかという、まあ、この質問の答えにはなってないような気もするんですけど、もしかしてだけどもしかしてだけど、河野さん核燃リサイクル何にも分かってないんじゃないのという疑惑ですねこれね、すいません森永公園さんまたパクりました。そうなんですよ、モンジュって高速増殖炉でしょ、何が増殖するか知ってます？何でしょう？燃料が増殖していくんですよ、だからその核燃リサイクルで、ね、燃料がもう無限に使えるっていうリサイクルはないけれども、リサイクルした燃料をモックス燃料って言ってね、通常の燃料に混ぜて燃やすっていうのはできて、でどこの原発でもねモックス燃料でも燃えるっていうことを今こう実験しようとしてるんですよ、大間に作ってる新型の原発のモックス燃料前提ですからね、だからモンジュがなくなったからリサイクルしても使うところがないってのは嘘です、使う場所はあります、で一回リサイクルしたやつはもうそれで終わりなんですよ、でその後どこに捨てるのかって問題はこれはあります、でもこれは前からずっとやってるんじゃないですか、最終処分場の問題なんで、何にも状況変わってないのに、モンジュが止まったからね核燃リサイクル終わりとか言って、言いがかりもいいとこですよ、そんな最初からそんなこと決まってないからと、モンジュはだから増殖するやつは終わったけどリサイクルしたやつを使うのはまだ全部あるから、何が問題なのって話だし、さらに言うとですね、この核燃リサイクル日本でやらないとどうなるか知ってます？どうなるんでしょう？チャイナとかロシアがやっちゃうんですよ、アジアに原発できまくってるでしょ、アジアのエネルギー握られていいんですか、ロシアとかチャイナに、ね、日本が核の平和利用やってるわけでしょ、核兵器持たずに、ね、この、ね、核の技術を使って生活を豊かにする、ね、電力を、ね、作るという事業をやってて、そういう国がリサイクルやるってことすごく意義があるんですよ、それを、ね、ロシアとかチャイナみたいな権威主義国家にエネルギーの、ね、根幹握られてアジアの安全保障大丈夫なのかと、これはねちょっと大問題だと私は思うんですよね、そういうなんか、もう少し大きなスケールでね河野さんには原発の問題語ってほしいなと、で岸田さんはそれすごい分かってるなというふうに思いましたね、そうですか、そうか、もっと大きなスケール、大きなスケール考えてダメですこの問題は、ニュース最前線でした。時刻6時54分です。
今朝のコメンテーターは経済評論家常念司さんです。産経新聞からサントリーホールディングス新浪剛史社長が経済同友会夏季セミナーで45歳定年制この導入に言及したことが波紋を呼んでいます。定年延長が議論される中時代に逆行するかのような発言反発の声も多いということなんですが、ただ同じような議論過去にも話題になったことがあります。日本型雇用システムが時代に合わなくなってきたこと、これが背景にあり建設的な議論へ発展させることが求められていると。新浪氏は9日に開かれたオンラインセミナーで45歳定年制を敷いて会社に頼らない姿勢が必要だ、こういう持論を述べました。翌日定年という言葉はまずかったと述べ、いろいろな機会で自分の人生を考える仕組みを作るべきだと思う、こういうふうに釈明しましたが、この発言を受けて13日には加藤官房長官が高齢者の雇用安定法で60歳未満の定年禁止が明確に書かれていると牽制、日本商工会議所三村会頭もあまりにも唐突で中途半端、こういうふうに切り捨てるなど波紋が広がっています。この45歳定年制ですが、常念さんこれはどうお考えでしょう。まず新浪さん自身が45歳定年制を実践してですね、会社に頼らない生き方をしていただいたらいいんじゃないですか。新浪さんはだってサラリーマンから、大企業の社長になって渡り歩いて今されるサントリー言うわけでしょ、会社に思いっきり頼ってね45歳も過ぎて生きてきた人間がこういうこと言うことに何の説得力もないなと、まずはですね、昔ローソンやってたわけですから、ローソンのじゃあもうあれだ独立開業店長からやってみっか、なあ新浪さん、まずはちょっと甘えさ、とあのローソン、開業してさ、でその周りのローソンよりももうすごい実績でやっぱ新浪さんすげえなと、結果出すねってことで 2,3 店舗やってほら見ろと、俺が証明したぞって言ってからこういうこと言わないと、やったことないわけでしょ。ローソン社長やってたけど店長やったことないでしょ、店長やってみろって話ですよね。おそらくこの経営側に回ってるからね、いつ首を切られるかわからないとかなんとか思ってるのかもしれないですよ。こういうね、だからそのなんでだってサラリーマン社長で渡り合ってきたわけじゃないですか、資材を投じて別にローソンやってたわけじゃないですか。サラリーマン社長ね、サントリーの株をじゃあ全財産買ってんのかみたいな話ですよね。僕はほら別に中小企業の社長で自分で創業者でね、株主でもありますから、もう全リスク背負ってやってるわけですけど、そういう生き方してみれば45歳から俺なんて32からそういう生き方してるよみたいな話ですよ。ふざけんなこいつと思いますよね。ダメんじゃねえよ、中小企業ダメんじゃねえみたいな、もう許せねえ。新浪さん先輩が怒ってます。本当ですよ、先輩経営者が怒ってますから。もう本当先輩ですよね、彼より俺先輩ですよ、経営者として。経営者としては、年は下ですけどね。それはそうだ。はい。まもなく7時です。7時になりました。9月20日月曜日7時になりました。おはようございます、寺島直政です。日が出てますね、浜松町青空です。20度ちょうど、北風2メートル。今日の関東地方も日中晴れるところが多いでしょう。最高気温東京都心、千葉、横浜28度、埼玉、前橋29度の予想です。平年より2度ほど高く、少し動くと汗ばむくらいでしょう。今日は敬老の日ですね。夜は北東からの湿った空気が入ってくるため低い雲が広がってきますが、今日いっぱい天気の崩れはない見込みです。明日は高気圧の中心東に遠ざかり、今日以上に雲が多くなりそうです。東京地方今日は晴れのち曇り、明日は曇り時々晴れ。現在濃霧注意報が茨城県、栃木県、波浪注意報が千葉北東部、茨城県、伊豆諸島に出ています。今朝のコメンテーター、経済評論家常念司さんです。常念さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。読売新聞からです。アメリカの実業から4人を乗せ地球を周回していたアメリカ企業スペース X の宇宙船クルードラゴン、日本時間の昨日午前8時ごろフロリダ州沖の海に着水し、無事地球に帰還しました。宇宙飛行士以外の民間人だけによる世界初の地球周回ツアー成功しました。
上院はですね、アメリカの決済情報処理企業を経営する、アイザックマン氏ら4人ですね、小児がん治療で有名な重度小児経験研究病院への支援が目的で、この4人はですね、3日間のツアー中、治療中の子どもたちと中継で交流したほか、青い地球の眺めを楽しんだということです。民間人だけで地球この回ったっていうですね、この宇宙飛行ですが、世界で初めて、これ異業なんですね、これね。いや、まあすごいですけど、ね、まあ、お一人様おいくらかかったんですかと、はい、でこれ別に行かないでそのまま危惧してもよかったんじゃないかとか24時間テレビのようなちょっと感想を持ってしまったんですが、これなんかあれ一説によるとお一人様数十億円だったという話もありますけどね、非公開なんだそうですけどね、まあこれそういう意味で言うとこれ数十億ですよ。仮にそうだったとするとこれね、ハウンゼンってことですね。ハウンゼン、ハウンゼン、ハウンゼン、あの閃光のハサウェイでね、出てくるやつ。またなんかすごい細かいとこ行っちゃったぞ、ガンダムですけどね、ガンダムの閃光のハサウェイでね、まあ、冒頭のシーンでハウンゼンのシーンがあるんですけど、これはね、あの高級シャトルですね、はい、もうあのコネがないとね、金だけじゃない、コネもないと乗れない、乗れないんだ、これにハサウェイが乗っているというね、まあ、そこから始まるんですけども、あ、そうなんですか。ハウンゼンみたいな、覚えてるな。いやいや、ハウンゼンに乗って、そうですか、小児がんのね、はい、研究のね、はい、まあ、病院に寄付と、まあ、ハウンゼン代ごと寄付しても乗ったつもりでね、エアーでこうダンボールみたいなやつ乗って、でそれで乗りましたとかやると、もうこうすごいこの人たちいい人だなってなんですけど、これ乗っといてね、乗っといて寄付が目的でって、ちょっと売名っていうか何なのと。アイザックマンさんだからどんどん寄付のためにこう作って、でこういう人たちを乗せていこうってことなんでしょうけどね。そうですけど、でもこれ別に宇宙行かなくてもダンボールで宇宙行った気でいいじゃん、VR かなんかでさ、VR ちょっともうダンボールの宇宙船で行きましたって、そっちの方が俺はなんかすごいなとか思うんですけど、そういうのダメなんですかね、アメリカ的じゃないのかな、そういうの。ちょっと昔の話になりますけど、昔横浜ドリームランドってあってね、ありましたね、潜水艦艇乗り物があって、はい、あの行って今から考えるとなんかちょっと濁ったようなところに、はい、レールが敷かれてて、そこボコボコってこう進んでいくっていう、それでいいかじゃん、それでいいかって感じですよ、そうですか、うん、ねえ、なんかこれちょっとどうかな、なんかアメリカ的というかなんというか引っかかるんですよね、これね、だって4人も乗ったんでしょ、これ100億以上かかってますよ、これ行くだけで、でスペース X 近く月を往復する旅行も実施する予定で、また今年に入って他のアメリカ企業も相次いで宇宙旅行を成功させていて、今後アメリカ中心に宇宙旅行ビジネス、これが本格化していきそうだということですね。なるほどね。まあ、ですから、まあ、今回このね、スペース X としては自分たちの開発、はい、まあ、これにこう寄付をうまくこう合わせて、はい、でどんどんとこの月との往復まで、あのね、ゆくゆくは伸ばしていきたいぞということですね。はい、まあ、だけどこの一人たりとも宇宙飛行士じゃないわけで、いや、なんか宇宙行くのってね、実はそんなに訓練とかいらないらしいんですよ、もともと。なんか行きたい人がいっぱいいるから振り落としであれやってたんじゃないかみたいな、まあ、あと運転する人は、ね、はい、やっぱ危機管理とかできなきゃいけないんでね、それなりにこう、まあ、ああいう機械のオペレーションとかね、はい、ちゃんとできる人じゃないといけないみたいなんですけど、ただ行くだけだったらあんま訓練いらないって、そうホリエモンさんの本に書いてありますよ、行くだけだったら別にそんなあんな訓練いらなくて、そんなに難しくない、はい、まあ、だって今回だってね、別に誰か操縦したかって別にしてないわけですよね、はい、だ操縦したら、あの上で実験したりとかするといろいろちょっとあのそこから先は難しいんだ、はい、例えばちょっとどうかと思います、ゆりかもめも無人運転してますからね、そうですね、あれみたいなもんですね、そんな感じですか ね、どこか地上からコントロールをしてるってことなんですね、そういうことですね、まあだけど一人数十億ですか、いやこれ本当ハウンゼンですよ、まだハウンゼンなんで、やっぱザクみたいなのが出てこないとね、なかなかちょっと量産型じゃないとなかなか人間宇宙行けないかなと、なかなかそうですね、まあ、ただ昔ね、あのガンダムの頃っていうのは、ね、地球が人口爆発で、ね、それでそのスペースコロニーにあの人類が住んで人増えちゃってって感じだったんですけど、今人口減少とか言ってるんで ね、 そうですね、ちょっとあのスペースコロニー無理かなみたいなふうに思ってるんですけど、どうなんでしょうねこれね、はい、またこれ地球温暖化ね、まあ、これがもうどんどん収まんなくなっちゃって、あ、地球に住めなくなる、もうシャアがね、あのもうシャアがもうあのアクシズ落として、ね、これで地球がもう住めないところ、新風寒風だ、逆襲のシャアかみたいな感じですかね、そうですか、分かる人には分かる、はい、涙ぐんでますよ、ニューガンダムは伊達じゃないみたいなね、感じですかね、そういう感じなんですかね、はい、今朝もあなたの周りの情報を教えてください、メールはtera@joqr.net、ツイッターはハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。時刻7時6分です。文化放送おはようテラちゃん、今朝も9時までお送りしていきます。
時刻7時11分です。今朝のコメンテーターは経済評論家常念司さんです。ニュースピックアップ、今度はこちら。産経新聞、自民党総裁選挙混戦、決戦投票も。自民党総裁選挙は29日の投開票を見据えて、4候補の陣営、熾烈な票の争奪戦展開しています。産経新聞の調べでは、国会議員票の支持動向、岸田前政調会長、河野規制改革担当大臣、高市前総務大臣に3分3つに分かれています。岸田氏は国会議員票の4分の1近くを固め、河野氏、高市氏もそれに迫る勢いです。野田幹事長代行は推薦人20人から大きな上積みができていないと、また態度未定の人がおよそ3割となってます。党員党友票を河野氏が優位とされていますが、産経新聞は決選投票も視野に入れた駆け引き続きそうだと伝えています。総裁選の情勢、先ほどもお話伺いましたけども、まあ、6割から8割でしたっけ。そうですね、党員票、そうですね、今国会議員票が3分割されてるっていうこと で、はい、で残り3割もまあ1割ずつこの3人に行くと考えると、はい、河野さんはですね、党員票で多分3分の2以上だから、まあ6割から7割取らないと、決選投票になる可能性が非常に高いと。で、河野さん現在ですね、党員党友票でまあ半分も固めてないみたいなので、そうするとですね、もうこれは決選投票になって、で2位3位連合を配れるとですね、負けるなと。で、高市さんか、まあ、岸田さんが2位になりそうなんで、はい、まあ、どちらか2位に行った方が、これまだ総裁になる可能性ね、まあ、河野さんがでもどっちか片方寝返らせればって感じですけど、まあ、なんかでもテレビ討論とか見てる限り、はい、河野さんとそれ以外って感じになってますよ ね、 そうですね、政策は、はい、ですよね。そうすると2位3位で政策的にはね、共通点多いですから、2位3位連合を配れる可能性がね高いかなと。野田さんですら、河野さんとはエネルギー政策とかも真っ向ね、逆のこと言ってますし、はい、高市さんに至ってはもう原発 むしろやれと、ね、もう私もこれ賛成なんですけど、はい、高市さんはむしろやって、で新しい原発作った方がいい、もっと安全性の高い作った方がいいぐらいのこと言ってるので、まあ、そういう点ではですね、まあ、原発なんかにおける政策、それからあと増税ね、はい、河野さんはだってね、最低保障年金とか言って ね、 そうですね、年金に生活保護みたいなことやらせるっていう珍妙な考えで、はい、でそれには消費税、それ消費税財源だとか言ってるんでしょ、最悪ですよね。いや、それ普通に生活保護でやってくださいって話なんですけど、はい、あんまりこの人年金制度分かってねえんじゃないかなみたいな、まあ、ところで、で残りの3人からもう全部ね、それ増税ですよって突っ込まれて、はい、ね、しどろもどろみたいな感じでしょ。あとはもう一つ、これ素朴な疑問ですけど、はい、今消費税をね、はい、まあ、これ消費税を使いますとか、とにかく消費税を、まあ、凍結するとか、はい、マイナスにしますとか言うんだったら、はい、これは人気出るんでしょうけども、消費税ってそれ以外で出した瞬間に、これ人気下がるのは、まあ、自民党員の範囲ですけどもいや、ね、まあ、それは一般国民でも下がるし、だって次衆院選控えてるわけだから、ね、増税に関してね、はい、ちゃんとしたコミットね、増税やらないってことにコミットしない候補っていうのは微妙じゃないかなと、少なくとも高市さんはインフレ目標を達成するまで上げないと、はい、まあ、上げないとはまあ明言してないですけど、まあ、財政再建目標はね、棚上げすると言ってるし、はい、岸田さんももう消費税10年やら、はい、上げないと、上げませんって、ね、明言しましたよね、はい、で野田さんはちょっとまあ分かんないですけど、でも最低保障年金みたいな反対だというような感じでしたよね、はい、討論ではね、はい、そうすると河野さんだけはちょっと増税に甘いかなと。そうなんですよね、だからあえてその消費税というのを出したっていうのは、うん、まあ、勝算があると踏んだのか、それともいや私の信念はこうですからっていう風に、私はね、河野さんにね、ある影を感じるんです、はあはあ、鼓動を感じます。鼓動を、Z の鼓動、 Z ですか、 Z です、ゼータじゃないですよ、 Z ですよ、 Z の鼓動をね、財務省の Z の鼓動をね、はあはあ、感じますね、はあはあ、となるとそれはもう私はそうなんですということを言いたかったのか、まあ、あとはあれですよね、はい、まあ、この先ほどのこの年金問題も若い人たちがっていうところですから、はい、まあ、若い人たちをでもね、年金と生活保護を混同させるようなね、言い方をして惑わすのは良くないですよね、はい、年金っていうのは長生き保険だから、保険は保険として完結するんですよ、で社会保障みたいな部分っていうのはそれは生活保護でしょ、じゃ生活保護に陥らないようにどうするかということで景気良くしなきゃいけないし、景気良くするなら増税なんかやっちゃダメじゃんと、今度さんあんた何言ってんの、センスねえなみたいな話になっちゃうわけですよ、はい、だから変なところおっしゃいましたよね、河野さんはね、もう今すぐ撤回した方がいいですよ、あんなの、はい、そうです、そうか、撤回って手もありますね、撤回って言ってもありますよ、だって高市さんだってほら、キャピタルゲイン課税事実上撤回したじゃないですか、はい、だああいうのやっていいんですよ、別に公職選挙法もないし、はい、だからもうこれ言ってましたけど、もう誤解もなくやめますと、はい、正直上げるわけないじゃないですかと、私が何言いたいか分かっとろうがみたいな、こうなんかね、仁義なき戦いみたいなノリでね、わしが何言おうとしてるか分かっとろうがこんなんはとか言ってもうとぼけるしかないんですよ、ここは。はい、この後、今後が注目ですよね、そうですね、これね。はい。
続いてはこちら、昨日の日経新聞です。水際対策の緩和遅れる日本。新型コロナウイルスの水際対策の緩和で日本の遅れが鮮明になっています。イギリス政府、10月からワクチンの接種証明があれば一部の渡航者は入国後の自己隔離不要にすると決め、フランス、イタリアも接種証明で隔離を免除しました。一方、日本は入国帰国時の隔離期間14日間と定め、世界でも厳しい水際対策を維持したままです。政府も今月9日、水際対策を段階的に緩める方針を示し、ワクチン接種者の隔離期間を縮める検討に入りましたが、水際対策の撤廃には慎重な姿勢崩していません。こうした状況を受けて日経新聞は、厳しい水際対策を続ける日本は取り残されかねないというふうに伝えています。この水際対策の緩和、日本が遅れているという指摘なんですが、これどうでしょう。これはね、日本国内に、ね、根強くあるゼロリスク信仰、これは福島の原発事故の時もそうだし、今回の新型コロナでもそうなんですけど、ゼロにしろとリスクをね、立憲民主党なんか言ってますよね。でこの国内 このゼロリスクの世論が強いので、国際基準に合わせたですね、対策の緩和が進まないということです、でもしこれ国際基準に合わせて 水際対策の緩和をすると、国内対策も緩和せざるを得ないでしょ。で国内対策の緩和っていうとキーってなる人がまたほらゼロリスクの人たちがいるわけですよ、でこれとどう戦うかという問題で、これ国際問題というよりもむしろ私は国内問題だと捉えてますね、これね、ですからこれ日本に関してはですね、水際対策最初遅れましたよ ね、 そうですね。これがまだ根強く国民の不満として残ってますから、そこをだからちゃんと説明しなきゃダメでしょうね。そうですね、水際対策に関して言うと、実際ね、あれはね、すげえ厳しくやっても、感染を遅らせる効果しかないんですよ、で今ワクチンっていうのは出てきて、あとデルタ株っていうのが出てきてね、確率も変動したことなんで、もう一度ねリスクをねちゃんと計算した上で、総合主義でね、緩めてくれる国は緩めていくと、でその国は本当に科学的に安全なのかということもね検証した上でですね、例えばスウェーデンなんか、ほとんど何も対策やってないまま、多分ヨーロッパ最大というか、多分に世界でも有数 の、この新型コロナで死者を出した国ということで、終わってしまうかもしれないんですが、そんなスウェーデンでもワクチンの接種率日本と変わらないんですよ、だからやっぱりワクチン打った後もマスクをしたりとか、それから手洗い、そういったことやったりとか、密を下げるとか、これやっぱ続けた方がいいんですよね、だそういったその社会的な、そういう対策ね、全体も評価した上で、それぞれの国との、その渡航の制限の解除とかをやっぱり科学的な議論を、していくことが大事で、ゼロリスク信仰みたいな、その宗教論争みたいなことは、もういかんやめた方がいいと思いますね、で常念さんも先ほどおっしゃいましたけれども、その出入国の制限、両国が同じこの条件を課す相互主義、これが原則です、そうです。で日本からアメリカ、ヨーロッパに出張する場合も帰国後に2週間の隔離があるため、出張をためらいかねない、こういうふうに日経新聞は伝えてるんですけれどもね、リモートでいろいろできるとは言ってもね、やっぱり現地行くのが話早かったりしますから、だからそういうビジネスの面でね、ちょっと遅れを取らないように、政府はねきちんとやってほしいですよね。だから国外対策に合わせて国内対策もしっかり緩和するというふうに、両輪でいかないと、国内は厳しいのにね、外国がゆるゆるかとか言ってまた批判する人いるんで、ちゃんと説明しようがいいですよね、そこね。そうですね。だから次の総理大臣のその説明をね、菅さんがちょっと苦手だった説明にね、期待したいなと思いますけどね、ですから先方のワクチンの接種率だとかね、そういったものを鑑みてっていうところを、そうですね、説明すればね。あとはチャイナのワクチンはワクチンとしてカウントしないとかですね、あれ 水である可能性高いですからね、高いって言ったらあれですけど、水なんじゃねえかと、可能性高いです、水なんじゃないかって言われてますから、実際水かどうかって検証した方がいいですよね、だって臨床試験のデータ公開してないでしょ、チャイナは、ね、ロシアもそうですけどね、そういうのはちょっとワクチンとは言わないので、そういうのもちゃんと科学的にね、しっかりと仕切った方がいいかなと思いますね、続いてはこちら、日経新聞、サイバー身代金支払い5割。企業にサイバー攻撃を加えて身代金を要求するランサムウェア被害、世界で拡大する中、被害を受けた企業の過半が、半分以上がですね、身代金の支払いに応じていることが分かりました。取引先に被害が及ぶなど、攻撃の悪質性が高まっていることが要因の一つだということです。アメリカではサイバー保険による支払いが攻撃を助長しているという、こういう指摘もあります。アメリカのセキュリティ大手プルーフ
フポイントが主要7カ国の3600の企業団体に実施した調査によると、2020年におよそ2400団体がランサム被害を受けたと回答しています。うち 52% が身代金を払ったと答えています。国別ではアメリカが 87% と最も多く、イギリス 59%、 ドイツ 54% です。日本も 33% ありました。身代金を払ったことを公表した日本企業はまだないということですが、このニュースいかがでしょう、ジョーダンさん。いやこれね、ランサムウェアって、この提供してるね、プラットフォームがあるんですよ。ほう、なんか、それこそアマゾンとか楽天みたいな感じで、ランサムウェアで、独立開業みたいな、そういうパッケージでご提供されているプラットフォーマーの方がいらっしゃいまして、でそのランサムウェアどれにしますかってこのランサムウェアだと、でその、企業にそれじゃ仕掛けるじゃないですか、で仕掛けた後身代金支払いはじゃあこれでやってくださいとか、そういうのツール全部用意して、でこれお使いの場合はすいません、売上の 30% バックでお願いしますみたいな、そういうのあるんですよ。でそれをねアメリカが一回ぶっ潰したんですよね、例 の、 コロニアルパイプラインにね、ダークサイドっていうね、ロシアのハッカー集団が攻撃し、仕掛けてきた時に、そこを一回ぶっ潰したみたいなんですけど、他にもなんかいっぱいあるみたいで、ちょっとねこれはねやんなっちゃいますね。そういうだから犯罪をなんか産業として助長するようなプラットフォームがあると、それを潰していかなきゃいけないんですけど、どこのサーバーにあるんだみたいなね、だロシアとかチャイナとかね、あと北朝鮮とかでそういうの用意してたりするので、まあ怖い怖いですよね。そうですね、そうですね、はい。でアメリカのサイバー大手パロアルトネットワークスによると、世界の企業の1社あたりの支払い額20年に 31.2 万ドル、ですから3400万円くらいと、19年に比べ3倍に急増しています。で21年1月から6月はおよそ57万ドル拡大が続いてます。で標的がインフラや生活産業、大手サプライチェーンなどに広がって個人情報、機密データを奪うなど悪質な攻撃が急増しています。急ぎ対応しなければ顧客や取引先にも被害が及びかねないと、企業は自社の信用低下を避けようと被害隠蔽を図り支払いに応じてしまう。サイバー犯罪者がサイバー保険に加入するアメリカ企業を調べて狙っている可能性がある、こういう指摘もあります。身代金の支払い額年々増えてるってことなんですが、これどうご覧になりますか。これやっぱりコンプラを強めすぎた結果としてですね、隠蔽というリスクがね、出ているということじゃないかと思うんですよね。でやっぱりこいつら結構ね手も込んでて、盗むじゃないですか情報、例えば個人情報、とその一部をね、例えば2チャンネルみたいな掲示板に出しちゃうんですよ、ボーンとね、でそれでそのこれでこれ他にもこの100倍ぐらい実は持ってると、で何月何日にバラすんだけど、バラしてほしくなかったらビットコインでここに払えみたいな、でそういうの全部パッケージね、さっき言った業者が提供してるので、足がつかないようなね、金の取り方まで、できていて、これはちょっと大変なものですよね。でその一部にはね、これ非国家主体がやってるとね、それこそ一部のハッカー集団がやってるってことなんですけど、国家のそのバックアップがあるのではなくて、北朝鮮のサイバー部隊なんかまさにそうですけど、ワナクライっていうね、ランサムウェアは北朝鮮が作ったんじゃないかと言われてるんですけど、そういうだから失敗国家というかですね、権威主義国家が、世界からね、制裁を受けて、でその制裁を受けてるので、もう金むしり取ろうと思ってこういう犯罪に手を染めるというようなこともあるので、これやっぱ国が主導してね、ある程度こういう犯罪の取り締まりということをやらないと、企業が防衛するつも限界ありますよね。そうですね。しかも犯罪者の背後に国家いるかもしれないんで、やっぱこっちもね国家が背後ついてもらわないと、なかなかこのコストはね、出せないですよね。またこのね集団もなんかこう、悪知恵ついてるっていうか、サイバー犯罪者がサイバー保険に加入するアメリカ企業を調べて、だから自分たちはそんなに痛まないんだっていう、保険入ってから保険入ってるところに、そこ狙ってまたやるっていう、そうするとやっぱり払いやすいですよね。そうするとね、今度はね、これだから全体にとってまたマイナスになるので、そうですね、しっかりね国家で取り締まってもらわないと困りますよね、これはね。そうですね、あとご時代にもお聞きしたんですが、イギリスの谷本真由美さん、インターネットお詳しいんで、内部から漏らす人もいるんじゃないかみたいなこともおっしゃってましたからね。はい、これは今ネットフリックスでね、公開してる SAS というね、イギリスを舞台にした映画があるんですけど、あれもそのイギリスの特殊部隊ね、テロ対策部隊の一人がテロリストと内通しててみたいな、そんな話ですね。でそれでその身の代金でもらった金をそいつが独り占めしちゃうみたいな、そんな話ですけど、ありえるでしょうね。
ですね、はい、ですから いくらこの 外を防御したとしても中から行っちゃう、はい、あとまあソーシャルエンジニアリングみたいな感じでね、あのまあ電話とか使って古典的な手法でね、はい、あと盗み見したりとかね、そういうのもありますからね、本当気をつけて、僕敵はプロですから、なかなか大変ですよねこっちもね、はい、はい、続いてはこちら、日経新聞、地銀の株保有厳しく中小融資は促進、金融庁2024年3月末から、地方銀行に信用金庫に新たなこの資本規制を導入します、自己資本比率を計算する際に保有株式の損失リスクを重く見積もる反面、中堅中小企業向け融資のリスク、これを今より軽くします。そう、この相場変動にですね伴う損失リスク、これを抑えるとともに企業の資金繰り、これを支援して、実体経済を支える役割を発揮するよう促すのが狙いです。で、金融庁が導入するのは2008年のリーマン危機の反省を踏まえてできた、国際規制ですね、この国内版です。で、メガバンクなど海外でも営業する銀行には2023年3月末から最終段階の適用を始めますが、地銀など国内だけで営業する金融機関への適用時期明示していませんでした。で、銀行は財務を健全に保つために貸出債権、株式など損失リスクのあるこの資産に対してですね、自己資本比率を一定以上保つことを義務付けられています。で、国際基準項はですね 8%、 国内基準項は 4%、 これが最低水準で、新規制では分母にあたるリスク資産の見積もり方を変えます。中堅中小企業向け融資を対象に損失リスクに応じた掛け目、これを低くします。で、融資を増やしても自己資本比率が下がりにくくなるために、比率の低下を避けるための貸し振りなどを抑制する効果、これを期待しているということなんですが、城内さん、このニュースいかがですか。これね、多分聞いててみんなわけわかんないと思うんですけど、はい、銀行ってね、例えば1億円の預金預かってるとするでしょ、はい、いくら貸せると思います。いくらなんでしょうか。普通これ1億円ってなるでしょ、はい、無限です。無限ですか、うん、規制がなければ無限に借りるんです。なんでかというと、寺島さんから1億円預かって、私はそれをプロデューサーのじゃあ、誰かさんね、はい、じゃあ鈴木さんって方に1億円貸すんですけど、寺島さんから預かった1億円をその人に貸すんですが、貸すときにその人に口座作らせて、自分の銀行ね、そこに振り込むだけなんですよ、お金どこもいかないでしょ、そしたらプロデューサーの今度 B さんね、 A さんに貸したら今度 B さんですよ、 B さんにまた同じように1億貸せるんですよ。だって口座作らせてそこに振り込むだけですから、元で1億円しかなくても口座作らすことによって無限に貸せるんです、そうすると大変でしょ、なので元々持ってるお金、まあ、それも人から預かった金じゃなくて自己資本として持ってるお金の何倍ってとこまでしか貸さないでと、ね、もう1億倍も1兆倍も貸したら、それ一人でも貸し倒れになった時にもう全滅するじゃんとか、そうですね、連鎖ね、あの取り付け騒ぎみたいになった時にもう何も返せないじゃんと、なので、あの自己資本比率ね、まあ、バーゼル3っていうので、海外では何パーセントか、ね、決まってるんですよね、で、そういうのをまあやってくださいと、で、その時にその自己資本として何をカウントするかと、ね、それの、まあ、掛け目があるわけですよ。例えば株式持ってたら、まあ、株はじゃあ例えば1億で買ったんだけど、それさすがに1億の価値ないでしょうと、まあ、半分ぐらいかなっつって5000万円ぐらいは自己資本入れていいよとか、それの話をこれしてるんですよね。で、中小企業向けの融資は掛け目を良くして自己資本に入れてもいいよと言ってるんですけど、いや本当にいいのって話ですよね。これがシステミックリスクとかにならなきゃいいですけどねと、で、そもそもそのね、地銀が存在する意義があるのかみたいなね、まあ、問題にもなってるわけで、あの融資やるのはいいんですけれども、まあ、なんかそういうね、なんていうんですか、まあ、ベテランの目利きみたいな人がこれはって言ってね、まあ、ここだですよ、 KKD ですよ、それで貸すよりも、もう市場から資金調達した方がいいんじゃないのと、クラウドファンディングとそういうのもあるし、だむしろその市場の資金調達の、ね、規制を少し緩和して、で、市場からまあ直接集められるような、あのそういう風にした方がいいんじゃないと、今ちょっと怪しげな業者もバッコしてますし、あのクラウドファンディングだって言って、実質的にはネズミ講に近いようなことやってるような業者もいるので、そっちをもうちょっと取り締まらないと、これあのまあ、いいんですけど地銀ね、こういうことやってもらうのは、まあ、いいんですけど、なんかちょっと逆のね、裏口の方が、あのちょっとね、あの実はぼやがもう出てますよみたいな、はい、実はあの来月の八重洲イブニングラボで、不動産クラウドファンディングの闇をやろうかと思ってまして、あの不動産悪魔にね登場してもらって、実際にやってるというか、その業界にいる人に話を直接聞くっていうのは実は来月のテーマなんですけど、だからちょっとその、まあ、いいんですけどね、中小企業のね、あの、まあ、融資促進、いいですよ、だって僕らなんか言ったってね、門前払い組みますから、中小企業
企業、ね、行ってもね、制度融資はいかがですかとかってクソ高い金利の、ね、融資進められるみたいなあるので、いいんですけど、まあ、でももうちょっと、ね、目配せするんであれば、まあ、僕らの意見もうちょっと聞いてほしいなみたいなのありますけどね、はい、時刻7時31分です。おはようテラちゃん、時刻7時31分です。今朝のコメンテーター、経済評論家常念司さんです。読売新聞、ボクシングで6階級制覇した元チャンピオンでフィリピンのボクシング界の英雄パッキャオ上院議員、19日来年5月に予定されています、フィリピンのですね、大統領選挙に立候補することを表明しました。素晴らしい、でパッキャオ氏は与党 PDP ラバンの一部派閥の会合で大統領候補に指名され、私はリングの中でも外でもファイターであり続ける意気込みを語りました。でただ PDP ラバンはですね、ドゥテルテ大統領を支持する主流派とパッキャオ氏が所属する派閥に分裂してます。で主流派はですね、独自に大統領候補を擁立し、副大統領候補にはドゥテルテ氏をこの指名していると。これパッキャオボクサーとしてはすごいっていうのはね、これはもうラジオ機の方もご存知と思うんですが、はい、ね、メイウェザーとね戦ってね、はい、まあちょっと判定でね、確か負けちゃったと思うんですけれども、でもあの名勝負をね繰り広げてね、はい、まあ、6階級制覇も本当に不動のチャンピオンがね、大統領選挙出るということですごいですね、はい、日本で言ったらね、まあ、あのあれですね、猪木さんが、はい、あの総理大臣に挑戦するぐらいの感じかな、はい、まあ、猪木さんでいいのかどうか分かんないですけど、はい、まあ、他にもね、あのボクシングチャンピオンいっぱいいますから、まあ、そういう人でもいいんですけど、こんな感じですよね。そうですね、はい、ただ今お伝えしたようにですね、このドゥテルテ大統領を支持する主流派とこの与党内が、はい、与党分裂しちゃってるんですか。そうなんです、パッキャオ氏が所属する派閥、はい、これに分かれてるようで、まあでもあの民選ですから、あの、まあ、大統領選挙ありますから、はい、あのフィリピンの場合ね、はい、まあ、与党が分裂しても最終的には国民投票で決まりますから、まあ、これででもなんかね、あの野党が漁夫の利みたいになるのかどうか分かんないですけど、野党の候補は出るんですかね、これちょっと分かんないですけど ね、フィリピンの政府 ね、 そうですね、はい、でだからもうあのドゥテルテ氏は副大統領になるということですね、うん、そうですね、再選禁止とかあるんですか ね、あるんでしょう ね、 きっとね、はい、だから大統領じゃなくて副大統領でと、ということはその独自の大統領の候補とパッキャオさんの争いになるのかな、はい、そういうことに なるわけですね、はいはい、まあ、名前は知れてますけれども、じゃあどのくらいの実績があるのかっていうのがね、パッキャオさんはね、なんかあのファイトマネーでね、あのフィリピンの、ね、マニラに、ね、たくさん不動産をお持ちでね、私の知り合いの方もね、パッキャオさんのね、あのところにあの、まあ、持ってる物件にその事務所とあとお住まいもそちらで結構いいところにあるので、あの大家さんだそうですね。パッキャオさんの奥さんとだから会ったことあるとか言ってましたよね。そうなんですか、はい、まあ、大統領選への出馬にはそれについては来月話しますとだけあの過去には説明していて、なるほど、ということで、まあ、でもこのニュースによると出るぞと表明ね、立候補、国民の支持どれぐらい得られるかですよ ね、 そうなんですね、知名度抜群だと思うん で、 そ、 うです、ね、まあ、その辺がどうなるか、あとじゃあどういう政治をするのか、そうですね、あとフィリピンは今ね感染症の問題で相当苦しんでるので、あ、まあ、ここでちょっと独自色を、あのドゥテルテさんはどっちかというとね、ブラジルの大統領に近いのがなっちゃってますんで、はい、はい、まあ、その辺がねどうなるかということですかね、あ、そうでもないのか、なんか外歩いてやつは銃殺だとか結構過激なこと言ってたんですけど、過激でしたね、そういえばね、はい、はい、そんな感じでしたね、はい、今朝のコメンテーター、経済評論家常念司さんでした。常念さん、ありがとうございました。ありがとうございました。この後は武田鉄矢、今朝の三枚おろしです。